はいどうも、ルールカです。ファイナルファンタジーブレイブエクスピアスやっていきたいと思います。はい、今日はね、レイド召喚やっていこうかなと思っております。レイド召喚の、レイドコインを、10万まで貯めました。10万5000なんで、何連だこれ。10万1000連ぐらいかな。100だから1101001001000、そうですね、1050連ですね。1055連か。はい、やっていきたいと思います。まあ、リンネは何体出るのか、まあ、ここを検証していきたいなと思っております。さあ行こう。あ、そっか、トラマス出る、トラモグ出るんだ。トラスト できるかどうかもかなり気になるところですね。出ない。いいね、マグノリアの花とかも出てきたんだ。これが一番欲しいっす。やりやれ。どんどん行こう。時間かかると思うんでね。あ、出ない。やばくね。あ、アニエス様助けたい隊長。出ないね。リンで結構厳しいね。一体は多分持ってると思うんですけど。あ、出た。2体。結構出ないですね、アニエス、リンネ。この思いのかけらっていうのはリンネでやるべきなんですかね、これ。これ魔力と風耐性 15% アップだから、しかも魔力 25% ですからね、結構美味しいよね。これ多分この狩猟の骨っていうのがデスブリンガーのやつだろうな。デスブリンガーとか何個か作れるんだったら作りたいよな。おお、これはすごい。おお、2体。でも2体。いいね、マグノリアの花。リンネ出ない。やっぱりリンネ厳しいね。リンネ強いのかもしれないね。あんまり性能調べてないですけど、リンネの。メタルジャボテンダーありがたいね。ほんと。これでキャラ一気に育てられる。出ないね。伊勢の神のやつは初めて出たな。お尻に出た。もう半分切りました。早っ。思ったより早いな。出ない、リンで出ない。これトラマスもトラモグも足んないな、これ。こんなんじゃ全然。
全然足んないですね。レイド装備とかも作れんのかなこれ。あ、一体もう死にたい。トラモグ出ないな。トラモグ出ないね。ブラボーバニーのカチューシャとか初めて出た気がするんだけど。ラスト。OK です。さあまずクラフトで見ていきますか。どのぐらい作れるようになったか装備が。装備。あ、ダークブリンガー作れない。世界樹の杖は作れる。2個作れる。じゃあ2個作ろう。これは3個作れる。これそんな強くないもんな。まあ、1個あればいいかな。防具、マグノリアの服。あ、4個作れる。これは4個作っとくか。師匠の戦術書。あ、これ、羽がなくなっちゃったか。まあこれイデアが装備しないと意味ないんでね。なので、あ、そんなことないか。まあ師匠の戦術書っていうのが使えるか使えないかっていう、まあ、これはまあしょうがないな。まあこれも 2、3個欲しいかな。できればダークブリンガーが作れないのはちょっと痛いな。虫の触覚めっちゃ必要だな。あ、ダークマターのかけら1個しか作れないようになってる。この素材レイドの結構上の報酬なんですよね。こうですよね。190万。うん。ここまでは絶対行かないといけないってことだね。まだ半分も行ってねえよ。よし。で、1ラン。まず売却しましょう。何体いるんだろうな、ギルアメ。102体。170万ぐらいになりましたね。やべえ、溢れてる。これはもう拡張するしかねえな。リンネが2、4、ローヤー等に12体。リンネが12体か。ちょっと あとはマグノリアの服と花とかちょっと見てみますか。マリンネ、いいね。2体残しとこうかな。2体残しとこうかなっていうか、まあまだこれから出てくると出ると思うんですけどね。でもとりあえず2体だけ確保しとこうかな。
2ではもうロックかかってなかった。なんでここら辺ロックかかってないんだろう。よし、あ、上にいた。あ、そっか、ロックかけらんねえんだ。よし、ちょっとじゃあ見てみますか。マグノリアの花とかどんぐらい手に入ったか。2、4、6、9、9個か。渋いね。なかなか渋いっすね。洗練やって9個。アニエス様助けたいも9個。で、伊勢の神は6個。で、ブラボーバニーは1個。やばい、これブラボーバニーカチューシャ厳しすぎんだろ。結構渋いね。洗練で1個しか出なかったってことは 0.1% ってことですからね。え、リンネは洗練で10体ぐらいでしたよね。 1% ってことか。1% ってことか。はあ、洗練で9ってことは、それも 1% か。マジか、厳しい。なかなか厳しいっすね。トラマスしていくするためにするには。なので、あと、今日含めて、今日27日なんで、今日含めて4日、5日か、今日含めたら。これはちょっと全力ですね。場合によってはラピュスを使うくらい、ちょっと覚悟してやっていかないと、まあ、トラマス手に入らないかもしれないですね。はい。ちょっとね、まあ頑張って、やっていきたいなと思います。参考になれば幸いです。もし参考になったよと思われる方いらっしゃいましたら、グッドボタン。高評価ですね、お願いいたします。チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。